皆さんこんにちは。犬の発生期間は人間とは完全に異なり、残念ですが私たちは直接会話をすることができません。それでも愛情で結ばれた飼い主とペットは言葉なしで互いの気持ちを理解することができます。ペットがいつもと違う行動をとるときにはいつもそれなりの理由があります。北アイルランドベルファストに住むアメリアさんは子供たちと一緒に暮らしています。子供たちは常々小さくてもいいから犬を飼いたいと言っていました。そしてついにアメリアさんは同意しました。ブリーダーから犬を飼うのではなく保護施設にいる犬を迎えることにしたのです。そこでポコを見た途端全員心が震えるのを感じました。施設のスタッフは10歳を超えたポコを迎えることは容易ではないと説明しました。しかしポコの目には何か特別なものがあり、アメリアさんも子供たちもポコが自分たちの家族の一員になることを疑いませんでした。小さなおじさんであるポコが第二の生活を彼らと一緒に愛と安らぎの中で暮らせることをとても嬉しく誇らしく感じました。夜子供たちが寝ると家は静かになりました。ポコはうろうろ歩き回ることもなく吠えることもありません。しかし数週間後、すべてが劇的に予想外の方向に変化しました。ある夜、ポコの大きな興奮した吠え声が響き渡りました。アメリアさんはポコのいる1階に走りました。彼女は窓を少し開けて外の様子を見てみました。動物も人もいません。念のため他の窓もドアのロックも確認しました。異常はありません。今は暖かく何も変わったことはありませんでした。アメリアさんの恐怖は苛立ちに変わりました。彼女は自分がどれほど大きな過ちを犯しているかまだ気づいていませんでした。その後ポコは毎晩さまざまな時間に吠え立てるようになりました。少し前隣の家にネズミが出たと聞いていましたが、もしかしてそのネズミたちが引っ越してきたのでしょうか。実のところことはずっと深刻でした。その後も毎晩ポコは吠えるのでアメリアさんはある決心をしました。暗い場所でも撮影可能なカメラを今に設置したのです。次の日の夜、彼女は寝る前にポコを抱きしめ2階に上がりました。アメリアさんは眠らずにポコが騒ぎ出すのを待っていました。ついに真夜中ポコの大騒ぎが始まりました。アメリアさんはいつものようにすぐに駆け寄りたい衝動に駆られましたが、その夜は必死に我慢しました。明るくなるのを待って1階の居間に急ぎました。アメリアさんは録画を再生しました。最初は全てがいつも通りでした。その後画面の隅で何かの影がちらつきました。風が窓を叩き木の葉が窓に当たりました。アメリアさんは呆れて腹を立てました。見るのをやめかけたところで別のものがカメラのフレーム内に入ってきました。アメリアさんは気分が悪くなり恐怖から吐き気を感じました。男がキッチンから屋根裏部屋に向かう階段の方に忍び足で歩いていました。家のドアは今も内側からロックされています。ということはこの男はまだ家の中にいるはずです。その時子供たちが寝室からキッチンに降りてきました。アメリアさんは電話を2階に置き忘れていることに気づきましたが、2階には戻らず子供たちの手を引いて家から飛び出しました。隣の家に駆け込んで助けを求めました。アメリアさんが警察に話す内容を聞いて彼らも子供たちも震え上がりました。そして子供たちは泣き出し叫びました。ママ、僕は家に置いてきちゃったよ。彼らは隣家の窓から警察が到着し家に突入する様子を眺めました。続いて犬の猛烈な吠え声が聞こえました。皆の心は凍りつきました。その後大きな男性が家から引きずり連れ出されました。ようやく警察官が数人がかりで男をパトカーに押し込みました。それから別の警察官が家から出てきてアメリアさんの方へやってきました。そしてその腕にはポコが抱かれていました。警察官によるとその男は数日前にアメリアさんの家に侵入し屋根裏部屋で暮らしていました。夜になって皆が寝静まると1階に降りてきては水や食べ物を調達していました。この男は犯罪者で
刑務所から逃走中であったということです。もしポコがいなければアメリアさんたちの身に何が起こったか考えるのも恐ろしいことです。男が屋根裏部屋から開花に向かった時、ポコは吠え立てて男の注意を引きました。その隙をついて警察官たちは男を素早く捕獲することができたのです。誰がこのような展開を期待できたことでしょう。アメリアさんと子供たちは老犬に平穏で幸せな余生を暮らすお手伝いをしようと考えて施設からポコを引き取りました。彼らの直感に間違いはなく、ポコは一家を幸せにしただけでなく、文字通り命を救ってくれたのです。さて次は飼い主の命を救ったピットブルの子犬の物語です。アメリカオハイオ州コロンバスに住む夫婦はピットブルの子犬を飼い始め、すぐにこの犬を心から愛するようになりました。生後8ヶ月の子犬のチャーリーはとても可愛らしく、遊ぶのが大好きでした。チャーリーは一日中家の中を走り回り、たまに日向で居眠りをし、夜はぐっすりと眠りました。ある朝チャーリーはまだ眠っている飼い主のフェリシア・ヒルマンさんの膝の上で跳ね回りながら吠えて彼女を起こしました。チャーリーはそれまでにこのような行動をしたことはなく、フェリシアさんは不審に思いました。チャーリーはフェリシアさんを肘掛ケースで寝ていた夫のダグさんの方に導いているようでした。ある程度近づくと彼の膝の上に飛び乗って彼をペロペロ舐め始めました。フェリシアさんは夫がチャーリーに反応しないことに驚き、何かおかしいと気づきました。彼女は夫の体をゆすりますが、彼は目を開けず何の反応もしませんでした。フェリシアさんは急いで救急車を呼びました。救急士はダグさんは睡眠時無呼吸症候群であると話しました。発見が少し遅れていたらダグさんには深刻な脳の損傷が残るか、あるいは命を落としていたかもしれません。ダグさんは病院に運ばれ、集中治療室で治療を受けました。3日間入院し、退院後もさらに3週間の治療とリハビリを受けました。ダグさんの体調が良くなった今もフェリシアさんは夫のことが常に心配であると話します。またチャーリーもこの出来事以来違った振る舞いをするようになりました。ダグさんが眠るとき必ず隣で丸まって休みます。さて皆さん、今回はここまでです。皆さんはご自身のペットの言いたいこと、考えていることが分かりますか？何かエピソードがあればぜひコメントにお書きください。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまたお会いしましょう。